JR の大阪駅、ちょうどやってきた電車はたくさんの、あ、またこっちから発車していくな。大阪駅にはたくさんの列車が行き来しております。もうすぐ梅北新駅ができまして、今度は南関西の方からのお客さんも多く利用することでしょう。大阪駅です。大阪駅、ここからですね出ようと思うんですけども、右側を見てみると、こちら連絡橋出口と書いてあります。この連絡橋出口を外に出ていこうと思います。改札をタッチして大阪駅を出ました。これ見てみると、ね、なんかステッカーが貼ったらですね、これ多分梅北新駅の地下ホームの案内でしょうか。ワクワクしますね。というわけで、大阪駅で本日何をしに来たのか大体わかるでしょう。こちらです。予約利用中、あ、これもう入れるんだ。10時から予約してあります。というのは、ここの左側3つにあるこの空間ですね、大阪駅直結の駅から出てすぐの場所にあります。今回はこちらを利用してみようと思います。こんなところに30分無料体験クーポンなんてあったんだな。あ、これ使えばよかった。あ、もう予約しちゃったんだよな。30分で500円しましたね。というわけで入ってみましょう。というわけで中へ入るとこのような感じになっています。これ外もう大阪駅の改札口なんですけど、やっぱり人がねこう通ってるのは見えるんですけど、全くわからないですね。これ足元とこれ上だけがちょっと空いてるような形になっています。そしてこちら側に、あ、注意事項とかで書いてありますね。ここには Wi-Fi が完備されておりまして、ヒーターなど、足元にヒーターがあるんですね。そしてこちらには冷房、除湿専用のリモコン、そしてこちらにはこんな設備まで、そしてもう使っちゃっていますが、コンセントが1つ、2つ、3つ、4つと USB 給電が1つということになっております。 5V 2.4 アンペアという感じですね。そこそこ普通の充電器はあります。そしてこちらのサーキュレーターのようなもの、そして傘立てみたいなものがありますね。杖とかそんなもんでしょうか。で、見てみるとここにヒーターがあるんですね。おお、すごいすごいという感じです。というわけで、このようにビデオカメラの充電、それからこちら携帯 iPhone の充電、そしてこちら、まあ、別の充電なんですけど、それを使っても1個コンセントが余っております。十分すぎますよね。そしてこれ分かるの、なんだろうな、なんか Wi-Fi とかかな、ちょっと分かりません。こんなものもあるんですね。すごいすごい。そしてこのようなサーキュレーターもついておりまして、もちろんつけたら動くと。アイリスオーヤマですから、もうアイリスオーヤマ結構好きなんですよね。そしてここを利用するときの注意として言いたいのが、まあ、このような水とかお茶とか、まあ、ジュースでも全然構わないんですけど、そちらは持ち込み可なんですけども、ここでですね、まあ、持ち込んでも別にいいんですけどね、ここで例えばご飯を食べたりとかね、駅弁買ってきて食ったりとかっていうのはできないそうです。こちらにもちゃんと書いてあります。そしてまあドリンクはいいと言いましたが、まあアルコールももちろんダメという感じですね。はい、まあだから水とかは全然大丈夫らしいです。まあ飴とかグミぐらいならいいんじゃないかなとか思うんですけど、ちょっとわからないので、ね、まあとりあえず飲食は禁止、まあ水は大丈夫だよみたいな、飲み物は大丈夫みたいな感じです。というわけで、まあここでですね、何しに来たかというと、まあ動画編集とかするのもいいんですけど、まあ勉強するしかないですよね。学生なんですから。じゃあしましょう。一つだけですね、ちょっとね気になったことがありまして、まあ騒音はね、それほど音がもう入ってこないって感じなんでいいんですけど、残念ながらこう下の方がもうやっぱり空洞っていう感じなんで、どうしてもねこう電車が走ったりすると若干その音は聞こえてくるかなっていう感じです。電車だと大丈夫なんですけど、ね、今スーパーファクトが発車していった時にですね、すごいゾーという音がやっぱり聞こえてしまうのはまあ仕方ないかなと、そういう感じです。よし、勉強しよう。まあそのぐらいですね、ちゃんと防音とかができるようになっておりまして、 Wi-Fi ももちろん使えますから、ここでまあテレワークなんかもすることができるわけです。ご利用時間終了5分前となりました。お返しの準備をお願いします。というわけで、ご利用退出時間が5分前になりましたとかいう話が来たんですね。基本的には充電したかっただけですからね、良かったんですけど。よし、ということでね、もう終わろうと思います。今日はね、なんかすごい混んでるのか知らないですけど、平日っていうのもあるんでしょうかね。でもここは リモートワークとかに使えるし、まあ多少は高いけど、勉強するのにもまあいいといえばいいですよね。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。最後にこれを開けて出たら終わりだそうです。